はい、皆さん、こんにちは。非常識な教室経営コンサルタント高橋子です。本日のテーマは「たくさん稼ぐと忙しくなる」という呪縛から解放される考え方というテーマでお伝えしていきたいと思います。えー、新規の方とかですねいろいろご相談とか受けるときにまあ,あの現状がどういう状態で、まあ、どういうふうになりたいかっていうことを、まあ、お伺いするようなケースとか多いんですよ。 でその時にあのよく言われるのがあのそんなに私稼がなくてもいいんですとか、えー、っとこれぐらい、まあ、今よりちょっと上がったらいい,い,いんですとか、まあ、人数もそうですし金額もそうなんですけどでそういうご相談される方多いんですよね。 ねまあ、確かにですね今、0円なのにいきなり1000万稼ぎたいですっていうのもなかなかチャレンジャブルな、あのー、お話なんでそういうことはそういう方は少ないんですけど、まあ、たまにいらっしゃいますよ <laughs> い,いいなって私は思いますけどねあのなぜならば別に可能性なんて誰にも否定することはできなくて本当に簡単にできちゃう可能性もありますから本人が信じてちゃんと努力するならなんだけれども、まあ、要はそれを言うことによって自分が 結構なんか負荷がかかったりとかこういうことは諦めなきゃいけないできなくなっちゃうかもっていう恐怖の方が先に立つので楽にできそうなところを、まあ、最初に言っておこうみたいな感じでちょっとだけでいいんですとか少し上がったらいいですぐらいな感じで言う方が非常に多いんですよ。でいいんですけどあのー、努力頑張った努力が身になって帰ってくる転換 レベルっってて皆さんもしかしかたらこうやってね正比例で考えてるかもしれないですけど放物線曲二次曲線的にこういう感じで後で帰ってくるんですよ。だからあの一生懸命頑張っってちょっとの時期があるんですよということは大して頑張んなくてもちょっとの時期があるっていうこの辺りを分かるとちょっと稼ぐのもいっぱい稼ぐものをやんなきゃいけない量一緒なんですよ。 <laughs> だからあのちょっとだからまあこれぐらいでいいかっていうところをものすごく手を抜けるんじゃないかと思って言ってる方とあとそれをやってしまうことによって、まあ、例えば家族の時間をねすごく大事にしたいからっていうことを思いあの稼がなくてもいいっていうふうにストップかける方といろいろ種類はあるんですけれどもそんな呪縛から解放される考え方を今日は。 伝えしたいいと思います裏テーマっていうかサブテーマは「楽しく稼いで時間を作れる思考法」っていうこれが裏テーマです。はい、ということでっ、えー、じゃあますでまずですね「たくさん稼ぐと忙しくなるか?」という話なんですけどこれある意味「正しいけど正しくない」っていうのが まあそのステージとかどこで努力するかっていうその馬力のかけ方っていう時が確かに忙しいんですよ。だけれどもある程度仕組みが整って、えー、うまくお金が回るようになると忙しくなくなるどころか稼げば稼ぐほど楽になるんですよ。そうするるとと自分が好きなことをやるためだけに 時間とお金使っていけるからまますすす楽しくなるるから好循環に入るんですよで。皆さんそこを多分望むはずなんですけどねだけどブロックかけるのはいやたくさん稼ぐと忙しくなっちゃうからっていう思考を持ってる方って絶対にたくさん稼げないんですよ。 あのなぜならば忙しくなるっていうブレーキをかけるから例えば集客をしているんだけれども忙しくなるんだよねきっとここから人数増やしたらって思った瞬間に集客止まりまりすちゃんとこれ実際に私数人見てきてそういうタイプの人たちがいてなぜ止まるのかって言ったらその人の,あの根底にこれ以上忙しくなると家族との時間も楽しいこともできなくなっちゃって。 あのそれだけに時間潰されるのが嫌だっていうふな、えー、とベースが根底にあると当然集客無意識的にじゃあ今まで発信してたの急にちょっと止めちゃおうかとかトーンダウンしたり各文章が熱量がこもってない文章に変わっちゃったりとかで結果止まるんですよちゃんと集客。 でそれは本人が望んでいることというのが脳の中でたくさん稼ぐイコール忙しいっていうこの脳が出来上がっちゃってるから稼ぐと忙しくなる、やだ、はい、止めますだから稼げませんいつまででもそこで止まるっていうこの状況を作っちゃうわけなんですよ。じゃあ、えたくさん稼ぐと忙しくならないんですかっていう話なんですけどこれねステージと段階があるんですよ。 あの出だしの頃の基盤を作るときにはたくさん稼いでいくときに忙しくなります。ここを乗り越えられるかどうか結構大事なんだけどである特定のラインを超えると稼いでる量に対して時間の使い方が余裕ができるようになっていくのでその仕組みの転換をしていかなくちゃいけない時期は来ます。本当に楽しく稼いででで時間を作りたたかったらですなので 出だしは確かにその時期がある。だからそこを乗り越えるかどうかっていうのはちょっと現実的な問題は出てきますけれども乗り越えることができたら稼ぐと時間がなぜ作れるようになっていいのかっていう、ね、お話もあったりします。ど,どういうことっていうふうに言うと稼ぐとですね自,分自力じゃなくても自分が手が回らないとこ苦手な作業とかを人にお金を払って任せていくことができるからです。 で自分は自分が得意な領域でお金をうまく稼げるところに注力すればいいわけですよね。そうすると楽しく稼いでお金を稼いでそのお金をその私が苦手な仕事をする人にお願いをして。 あるとお互いに嬉しいじゃないですか私苦手だけどその人嬉しければそれでいいわけですからそうやって上手に回していくと時間ができてかつ楽しいことしか知らんしなくて稼いでいけるっていうこの好循環に入るんですただね3年ぐらい構築に時間かかるかなこれをやるのと思いますが、まあ、もっと早い方で本当に馬力かけて時代の後押しがあってうんお客様のその要望とか ニーズがすごくあるようなものを上手に展開できた場合には、一年かからずあの、望む金額以上のものは手に入れることはできません。まあ、これは、その時の業界事情と世間事情と、その人が身を浸している環境によるっていうところはあるので、一概には言えないです。けれども、一、まあ、年から三年は、ちょっとそういう時期がある。そうすると、いやそんなの嫌ですっていう方は？ まあ、やっぱり楽,楽にっていうか少ない金額のところのパイで回していく方がいいとは思いますけどねお金を稼ぐことだけがあの別に人生の幸せではないですかただ、うん、とお金を手段としてツールとして考えるのであればあの量が多い方が 選択肢は増えますし、いろんなものサービスとかも提供していくサービスの質を上げることもできます。例えば私の場合とか、稼いだお金も自分の自己投資、学びにも使ってますし、えー、まあ、自分私の場合には仕事が趣味化しているので、あの楽しいことをやっているとそれが仕事になっているっていうか、まあ、しているっていう状態に。 なってるから例えば写真とかも好きでもう22年習い続けてずっとお金は払い続けてますけどその領域でもお金はちゃんとリターンで返ってきてたりする技術の一個とかになってますしあの脳科学とかね脳の働きとか、まあ、そういう部分とかもあの最大パフォーマンスを最大化するには脳の力を使う方が結構便利でいいので、まあ、脳の勉強とかもやったりとかして。 まあそこにはスピリチュアル領域も若干入ってきますけれどもそうすると、するっとうまくいくのでめちゃめちゃドロドロの努力しなくても思考変えるだけでうまくいっちゃうっていうのも理解しているのでその力も使うとあのうまくいく速度が倍速になるんですよねだからやり方はいろいろあるのでまずね既成概念のこのセットを取り外す必要があるんですよ。たたくくくささんん稼稼ぐぐ忙忙ししいいいいいやややな これをきちんと自分の中で脳の中でセットできるかどうかっていうのが、えー、一つ大きなポイントになりますでたくさん稼ぐと忙しくなるって言ってる人は絶対に止めるのでたくさん稼がないようにだから本人いっぱい稼いで家族にも旅行も行きたい自分も好きなものも買いたい生徒さんにもこういうものを還元したいって言ってる割には忙しくなる自分が嫌だなって 思っていると絶対にその集客活動とか行動にブレーキかけるんですよだからそっちのマインドセットをまず外す必要があってこれは私が実際に体感しているので間違いないですあのたくさん稼いだ方が時間は作れますはい。だからそこに至るまではちょっと頑張らないといけないっていうのはあるんですけどね で基本、まああの、時間術の本とか私、書いてるんですけど、感情時間術っていう本で、感情で時間を増やすっていう、まあ、思考メソッドの本なんですけれども、そこの中でもあのお伝えしているんですが、あの楽しい時間って密度が濃いんですよ、だから、まあ、効率がいいといえばいい,いいんです。ということは、あまり自分が好きじゃない時間って密度が薄いから、あの成果と効率が悪いんですよ。 だったら楽しい時間で毎日埋める方が、えー、時間をすごいこうゆったりをゆったり使う感覚にすることもできるんですね。だこれはねやったことがない人にはなかなかちょっとイメージつきにくいと思うんですけど、ま、あの私も最初からできたわけじゃないんですよ。やっぱね馬車馬のように働く3年間ぐらいはやっぱりやってるんですがあの先を行ってる先輩で。 やはりあの、ね、普通に億とか稼いでるような事業家の,あの、まあ、先輩とかを見てきてなんかね暇そうなんですよ。やってるんですよやってるんですよやってるんだけどんでそんなに稼いでるのにアクセスしてないのかなって言うとまあ当たり前ですけど。 単価が高い仕事をやってますますすず当たり前ですけど例えば私がじゃあ分かりやすいからじゃあ5000円ぐらいの仕事をしているとするじゃないですか、時給が。だけどじゃあその人が時給20万円の仕事をしてたら、まあ、当たり前ですけど時間効率がいいですから20万円の仕事っていうことはそれのための準備とかそういうのはもちろんありますよ、コンサルティング領域とかそういうのってでも別に普通にありえることなのでまず、単価が高いということですね。あとは あのおそらくなんですけど教師の先生たちとか、まあ、あらゆるビジネスそうなんですが集客に集客という作業にかけている時間がすごく多いんですよ。多分私測ってたんですけど時間全部あのパン教室の時にパンのレッスンが例えば4時間とか5時間だったりしますよね、まあ、あの仕込みとか準備まで入れると6時間か7時間とかなんですけどじゃあやってる実動が4時間だったとするじゃないですか。 でその当時の私、集客活動にかける SNS 書いたり、なんやかんややってる時間とかが、多分五5時間とか6時間。だから、実質的にやってる教室の時間より集客の時間の方が長かったんですよ、当時。まあ、それ、ブログを書いていたり、動画を作ってたからっていうのが多いんですけど、ただ、ある時頑張り続けると、その,あの何うか、やってる時間の量が、あ で、この原理でその作った財産たちが勝手に集客をしてくれるようになるところまでいくとこの転換点が来て自分はそこまで頑張ってないけど集客できているとか,かこれが自動集客という領域で私はそこを推奨しています。だここを作っていくとだからたくさん稼げるけど別に時間は減るんですよ。信じることができるかできないかっていうのはあったとして。 転換点がきますある程度の飽和状態になってくるとねそこまでは頑張る必要があるで転換点が来ると今度、あとは単価をアップしていけばさらにその転換点の労力がもっと減っていくからすごく稼ぐけど時間はできるでさらに第3弾はお金にお金を稼いでもらうっていう領域、まあ、ここは、まあ、変な話ちょっとなくなっても大丈夫っていうぐらいにお金を余剰金作っておかないとお金を突っ込むことができないので。 えと投資領域ですね財産をお金でお金を回していくっていうのとあと実務で稼ぐっていうのを両輪で持っておくと今度自動収入収益の領域になってくるからまあある程度好きなようにお金って使えるようになってきますよねだからまあ第3段階あるんですけどもこのお金でお金回す領域はやっぱり数千万は稼がないとちょっとあれですよね。そこができると あのなんか暇そうっていう人は大体それができてたりしますまあだから趣味化してる状態ですよね好きだから仕事やってるみたいでこれは会社経営の社長だとちょっとやりにくいかもしれないんですよねあの従業員さんの面もあるしねただ社長が一番やんなくちゃいけないことっていうのは 自分が動くことじゃなくて脳を使ってどういうふうに会社の組織をうまく活用して動かしてっていう司令塔のブレインなんで脳を使うのは別に1日2時間とかでもいいんですよでそれが脳が活性化するんなら別にリゾート地行って活性化してたっていいんですよ、まあ、だけど日本の社会って割とそういうところになんか社長を暇そうにしてるとかいうと従業員働くなくなるとかモチベーション下がるとかがあるから <laughs> やりにくいんでしょうけど。 でも大抵、まあ、この動画を見てくださっている方って教室の先生で一人オーナーで、まあ、あと中小企業の、ね、オーナーとかもいるかもしれないですけど、まあ、大抵、そんな感じなんじゃないですか。だとすると自分で再配してあのここの領域は人に任せるでここは楽しいから自分がやるっていうのを区別をあのやることができるのが、まあ、や1000万、2000万超えてくるあたりかな。 それできます。1000万超えてくる辺りからもだいぶできるようになるので、まあ、今、最近私がクライアントさんに言っているのがまずは1000万,万、そこを稼ぎましょうというのは言っていますで。今の時代はそこは難しくないんですよ。昔、大変だったけどなぜならばさっっき言ったように単価が高い講座を作れる環境にありそれを欲しがる人という人もいるような時代になったからです。だから教室業のの格が上が上ったって言えばいいのかな。 えっと、趣味の楽しいという領域からビジネスという目線で見れるようなことも教えてる教室が増えてきたからということが一番大きな理由だと思うんですけどねだからあの勘違いだっていうことですたくさん稼ぐと忙しいっていうのを半分真実で半分真実ではないっていう印象ですねだからどう,どうせ考えるんだらじゃあ効率よくどうやって 稼いだらいけそうなのか自分はどこまでいけるのかっていうのはやはり自分の頭の領域は自分の頭のアイデアでしかあの思いつきませんからやっぱり外部の人、まあ、それが私のタイプのコンサルとかでも構わないしそういう人にチェックしてもらう必要がありますよねあと正しい道進んでるのかとかそこは必要かなというふうには思いますけれどもあの稼ぐと忙しくなるというのは勘違いということになります。 はいということで本日の話をまとめていきたいと思います、えー。たくさん稼ぐと忙しくなるという呪縛から解放される考え方、えー、こちらは、えー、たくさん稼いでも忙しくならないと自分を信じきることができるかということでステージが上がりますよというお話です、えー。信じることができるとそれに合わせた活動と行動ができるようになるので結果としてあの忙しくても あの間違えた稼いでも忙しくならないっていう環境を作っていくことができますのでまず思考法を整えましょうということになります。以上でですそれでは